花の生涯記念日、花の生涯は、1963年4月7日から12月29日まで、NHK で放送された大河ドラマ第一作目。原作は、船橋誠一が1952年から1953年まで、毎日新聞市場で連載した、歴史小説、花の生涯で、幕末の大老、井伊直助の生涯を描いた作品である。視聴率は、 全話平均20.2%、最高で32.3%を記録した。小畜の専属俳優だった佐竹寺が初めてテレビドラマに出演した作品である。現在と異なり、基本の放送時間は日曜日の午後8時45分午後6時30分であった。1961年 NHK の芸能局長に就任した長沢康春は、 当時技術的にも稚拙で連盟期にあったテレビジョン放送をして映画を凌画するものにすることを目指し30分枠が主流だったテレビドラマに映画並みのクオリティと大衆の支持を得るべく対策ドラマの制作を施行したいわゆる大河ドラマの構想は当時 NHK と大河合作で制作した二つの橋に参加した演出の相川明、井上博 脚本の北条誠が帰国してから具体化し、脚本の北条誠は、花の生涯の舞台脚本を書いたことがあったため、起用された。当初から大スターを集めてのキャスティングが図られ、映画各社、歌舞伎座などを交渉した結果、松竹演劇部が、歌舞伎を一切休まないことを条件に、上松六の出演を認めた。一方、原作者の船橋誠一は、ヒロインの 村山隆役に、松竹で映画化された際に同役を演じた、淡島千景を熱望した。さらに NHK は、長野修前の役に、同じ松竹の佐田刑事の起用を考えた。映画俳優では当時、いわゆる、五社協定があったため、映画各社の専属俳優はテレビには出演できず、NHK は、プロデューサーの相川明が、長沢芸能局長を命令によって、 佐田刑事本人と出演交渉することとなった。相川は後にインタビューなどで当時の模様を語っている。資料により多少違いがあるが、佐田が出演を決めれば、淡島千景も出演するだろうというのが NHK の狙いだったという。何が何でも、佐田を出演させろの指示のもと、相川は佐田の自宅を訪ねたが、佐田は難色を示した。 とにかく原作本と企画書を預けて、それからは、佐タへの日産が続いた。娘の中井高江や息子の中井貴一とは仲良くなり、宿題を教えたり、トランプをしたりしたという。佐タの商売で高級バーに連れてってもらい、日頃は飲めない、高級酒も飲ませてもらった。だがいくら通っても、佐タは、色良い返事をしない。ついにやけになった愛川が、出ていただけないなら、 原作と企画書は持って帰りますと告げたところ、サタはちょっと待って、相川ちゃん。もう少し詳しい話を聞かせてと答えたという。サタは当初、出演なんかできないよと言っていたが、一方で、小津やスジや淡島シマに相談したり、ロサンゼルス在住の友人にも話を聞き、当時の進んだアメリカのテレビジョン放送の実情を知らされたという。こうして、 佐タは1962年夏に出演を決めた。佐タの出演によって、五社協定が崩れ、淡島千影をはじめ映画俳優の出演が次々と決まることになった。桜田門外の変のシーンは、東映城を借りて行われたが、この時の交渉は、後に大河演出のエースとなる大原誠が受け持った。東映城の屋根を白ペンキで塗って、 事件当日の雪模様を再現したという。地面の雪はトラック4台で運んだ白布を広げ、白車を巻き、発泡スチロールを飛ばしたという。当初、東映との交渉は難航したが、一旦承諾すると、東映側は撮影に非常に協力的になったという。それまでは、ストーリーの進行順に従って収録する手法が一般的だったが、本作では、 多くの大物俳優が忙しいスケジュールを塗って出演するため、この作品から初めて各くシーンをバラバラに収録する方法が採用された。小野絵小6は昼は歌舞伎工業があったため、深夜にスタジオで収録に臨んだという。歌舞伎の舞台に穴を開けないという条件での出演だったため、撮影の初日から撮影終了後の帰宅が朝の5時となり、 妻が小六の健康を心配し役を下ろしてほしいと迫ったという。最終的に午前3時までに返すという条件で撮影は続くことになった。太字は第1回に登場現在のように大河ドラマが通年放送になるのは第2作赤楼市からであり本作は9ヶ月間の放送であった。大河ドラマで総集編が作られるようになったのは第三作。 対抗期以降であり、本作の総集編は制作されていない。第1話と桜田門外の編のシーンである、第38話の断片が現存している。その他の映像は NHK には現存していないと、される。現存している、第1話、青柳の糸は、NHK 思い出クラブに黎明期の、大河ドラマ編花の生涯として、DVD 販売されている。 本作の10年前に公開された映画、花の生涯彦根編江戸編では、小緑の実景である松本幸四郎が主演の井伊直介を演じていた。また、小緑から演技指導を受けた高橋秀樹は2015年の花もゆで、主人公の敵という設定ながら、井伊直介を演じており、それについて演じてみたかったとコメントしている。 当時の日本のテレビジョン放送はまだ画像はモノクロで、音声もモノラルであった。ありがとうございます。